え悟空さんいないんですかあいつめどこへ行きおったんじゃまったくこれも何かの歴史改変の影響だと思うわただのうっかりな気もするがのうただのうっかりで歴史まで変わらないわよ とにかく、悟空君抜きでの試合は厳しいわ。君は悟空君を探してちょうだい。えっと、ブーさんはいいんですかああ、かまわんかまわん。あやすは正しい歴史でも戦わんかったしの。そ、そうなんですか。 お前さんは第6宇宙との試合に行くんじゃ第7宇宙が第6宇宙に負けてしまったら歴史の流れが大きく変わってしまうあなたが悟空君の代わりに試合に出て第7宇宙チームを勝たせるのよ まず最初の対戦はボタモ選手そしてピッコロ選手ですどういうつもりだ試合の邪魔をするな破壊されたいのか は、私が選んだダイナナ宇宙の助っ人ですふん。時の海洋神からの推薦か。助っ人だとそんなの聞いてないぞ別にいいだろ。もともと五対三でこっちの人数が少なかったんだ。 それとも一人増えたらもう勝つ自信がないかなに言うそんなことねえぞじゃあ決まりだなテストはどうするのですいくらなんでもテストなしというのは参加資格を満たしていませんそそうだそうだ <laughs> そうですねではまずテストを受けていただきましょうかテストを受けさせてやるだけありがたいと思うよ。